今日はですね、今6時半なんですけど、ある方がですね、夜行くんだったら朝行った方がすごい、エネルギッシュの方々が皆さんピークのあたりでトレーニングしているということで、今日は朝でですね、初朝のピークです。朝はセントラル地区は本当ほとんど誰もいません。朝はおじいさんが多い。朝の日差しは柔らかいですね。夜は夜でいいんですけど、朝は明日です。山頂公園到着です。ですね、今日初めて朝来て分かったこと、そうですね、朝の山頂公園はいい車がいっぱい止まっている。あと、朝ですね、皆さん清掃の方々が朝早くからこう清掃していただいていることで、この綺麗な公園が保たれているということを、発見しました。はい、さて、どうもおはようございます。今はですね、今日は初めての朝の山頂です。皆さんですね、意識の高い方々が、いろいろ体操などをされております。本日の一本ですね、こちらアラミクリのメガネです。フランスですね。アラミクリは有名で、もともとメガネをファッションとしていろいろ楽しむようにしたのはアラミクリだと言われています。あとは昔はアラミクリといえば赤だったんですけどね、最近は別にそんな赤といえばアラミクリっていうようなことはなくなってます。ただアラミクリの赤ですね、赤いフレームとてもかっこいいと思います。カーブがちょっとありますね。はい、以上です。朝ですね、本当は景色いいんですけどね。